ここまで入ってこれたのは誰のおかげだと思っているんだい？ファンの押し売りは嫌われるわよ。それで、あの小娘は一体どこなのかしら？なに？君がそうして暴れていれば、そのうちやってくるさ。それじゃあ、僕は失礼するよ。ここまでのお膳立てをしたんだから、せいぜい頑張るといいよ。ウジ虫。失負け犬が高みの見物にしゃれ込むとは、イライラさせてくれるじゃない。戦う気じゃないわよね。
は泣いている、傷ついている、悲しんでいる、苦しんでいる。私があの時あなたにとどめを刺していれば、こんなことにはならなかった。だから今度こそ間違えずに殺す、絶対に殺す、必ず殺す、間違いなく殺す。そう、私は戦いに来たんじゃない、私はあなたを殺しに来たの。抜かせ！お嬢さん。
が欲しくはないか。力。そう、力さ。あのお姉ちゃんやみんなを救うための圧倒的な力が欲しくないかい。欲しい。勇敢なお嬢さん、君の名前を教えてもらえるかな。サラ。武装でよく粘る。往生際が悪いわね、小娘。本当、自分にばっかり。ほら、また失敗。緩くて使い慣れない武器だけど、ここまでなんてひどいな。この小娘、一体どれだけのポテンシャルが。どうしたの？チャンスなんでしょ。もっといっぱいダウンから出しなよ。全部殺してあげるから。
いいわね、その顔。そういう顔が見たかったのよ。私の演技もなかなかでしょ。隠してた甲斐があった。どうかしら小娘、これが私のアプレンティスの能力、魅了って言えばわかるかしら。さて小娘、第2ラウンドといきましょうか。ダーカー殺しのあなたはアークスを相手にどう立ち回るの？Yeah.
こ娘、攻撃しなきゃ私は殺せないわよ。うるせい。あらあら、ひどいわね。お仲間に攻撃しちゃうなんて、ほんと人手なしなんだからね。え、あなたたちもそう思わない？敵だ。敵から守らないと。やめて。私はアークスを守るために。まだ殺すにはふさわしくない目ね。もっともっと絶望してもらわないと、私が楽しくないじゃない。ダメ、殺しちゃダメ、それだけはダメ。私はアークスを、みんなを守るために、みんなを。みんなを守るのはなんで？みんなって誰？こんなに傷つけられて、それなのに私が守ろうとしているみんなって何なんだろう。みんなを守る、それって私の意志なのかな。と
バカだな。こんな手に騙されちゃうなんて。ここで死ねば安らかなる終焉を迎えられる。ゆっくりと眠れ。邪魔をするな。彼女はここで死ぬべきだ。死ぬべきなんだ。このままじゃ私じゃなくなっちゃうって。私はダーカーを滅ぼすため、みんなを守るために生まれてきた存在。そのために
ここに来る。皆を救うためだった。私は彼女をそのために作った。彼女は私の演者として、私の願いに応えてくれていた。全てを正すつもりだった。彼女の力によってダーカを消し、姉の世を手に入れるはずだった。私のしたことは一人の子を不幸にしただけだった。私は観測者でしかない。私には何も変えられない。変えることはできない。これ以上は伝えられない。伝えることを諦める。ルーサーにも誰にもこの真理とこの顛末を理解させないために、私は全てを消す。私自身も私を閉ざす。記憶も言葉も何もかも、あなたが来るまでは。彼女を救えるのはあなただけ。だから私はあなたを待つ。あなたを待っている。
そばの襲撃、それを経た上で彼女が今まで食らってきた闇を解き放ちかけた。それを止めるために自らの手で自らを消し去ろうとしたか。それと期間中に聞こえてきたシオンの思い、10年前の記録が全て消されていたのは彼女のことを調べさせない以上に、シオンが忘れたかったんだ。そしてマトイが10年後今この時代に来てしまったのは僕たちのせいだ。僕たちの帰還に巻き込まれ記憶と力を失ってあそこに。怒らずに聞いてほしい。10年前の彼女が見せた反応、あの体から吹き出していた闇はこれまでのものとは違っていた。ダークファルスすら火じゃない、圧倒的なまでのまがまがしさ、深淵にすら至るほどの闇だ。彼女がそれになる可能性があって、今この時点ではまだそうなっていないというのなら、今のうちに彼女を殺しておくのは決して悪い手段じゃないよ。
やめようよ姉ちゃん、危ないって。もうアフィンの弱虫放っておけないでしょ。大丈夫？